レッドカンパニー。古の城壁は取り払われた。呪われし一族よ、今こそ復活の時。汚されたこの大地を永遠なる霊魂の力をもって無に返せ。C'est un message de M. Philippe Dupont.
ゲーテブ。ああ、シケ。誰かね、君は。私は急いでいるのだがね。君が海軍から来た大神君か。米田中将から話は聞いているよ。僕が君の上司となる、底水のりみきだ。これからよろしく頼むよ。せっかく来てもらったのにすまないが、これから会議でね。着任届の話は後でいいかな。それには及ばんよ。これを君にプレゼントしよう。欧州博覧会の特別招待券だ。一日ゆっくりと見学して、欧州は花の都と歌われたこのパリを楽しんできたまえ。その後で大使館に来ればいい。着任届はその時にしよう。
教えてくださいね。いつもこうなんです。私ってドジだから。やっぱり一つだけ日本のこと聞いてもいいですか。日本の人って頭にちょんまげというものがあるんじゃないですか。修道院のみんなに嘘言っちゃったかも。え、そうなんですか。よかった。もっと日本のこと聞きたいな。そうだ、大神さん、これをどうぞ。私神様の奇跡で怪我を治したこと、本当に内緒ですからね。それじゃあ、シャノワールでお待ちしてます。素晴らしいですね。あ、あれはエリカ君だ。ああ、やっぱりドジなんだ。ボンソワムッシュサコミズ、今夜も楽しんでるかい。ボンソワマダムグランマ、今日のエリカさんはいつもより地味だったね。さて、大神君にも紹介しよう。こちらはマダムグランマ、この店のオーナーだ。お見知りおきよ。で、誰なんだいこの坊やは。彼かい。彼は大使館で働くことになった。おや、怖い顔だね。まあ気にしなさんね。悪いのは口だけなんだからさ。ところで、ムッシュ、当店のレビューはどうだい。気に入ってもらえたかい。
本場だからね。昭和やっぱりパリが一番さ。そういえば大神くん、日本にも帝国歌劇団っていう劇団があったんじゃないのかね。帝国歌劇団、なんだいそれは。うちみたいなもんかい。モギリね。あ、無視狼。偽仲が見たいなら秘書のこの二人に聞くといい。それじゃ私はこれで。せいぜい楽しんでくんだよ、坊や。はじめまして、ムッシュ、メルレゾンです。メルと呼びください。営業中なので、立ち入りをお断りしている部屋もあります。他はご自由なさって結構です。大人気だね。皆さん、今日は楽しんでます。ああ、いつもお約束だよ。こういう時は楽しんでるよって叫ぶんだ。セリフは決まっているから、声の大きさだけを選ぶといいよ。大きな声だと喜んでもらえるね。絶対に返事しないと。その時の気持ちが声になるぞ。よく聞こえません。もっと大きな声でお願いします。よく聞こえません。もっと大きな声でお願いします。エリカさんと知り合いかい？上にいるんじゃないかな。ちょっと行ってくるといいよ。そうだな、30分後にロビーで。それでいいかね。うん、さすがは大神くんだね。すぐに答えるあたり気持ちがいいよ。では見物してきたまえ。ここでもう少しゆっくりしていくよ。
この静雄様がパリの街を切るぴょん切るぴょん切りまくるぴょん、おいらは人間どもの楽しそうな声が大嫌いだぴょん。楽しそうにしている人間どもをぴょんぴょんと蹴散らしてやるんだぴょん。ラビットを切るぴょん、人間を切るぴょん。Thank you.